こんにちは、こんばんは、梅チャンネルの梅です。今日もよろしくお願いいたします。今はピカチュとヒナを拾った公園に来てます。今から今日障害年金が入るんで下ろしに行きます。もうそろそろ1年なんですよね、私障害年金もらい出しで。もっと経つかな、もっと経つな。なんかこの前更新のが来たんで、先生の診断書とか書いてもらわなあかんっていうやつで、うつはね、やっぱ薬のせいかな、ちょっと収まってますね。だいぶ5ぐらい、うつレベル5ぐらい。まあこう、どうしても寝てしまってね、なんか夜なかなか眠れなくて、ちょっとテレビ見たりしてしまうんやけど、2時ぐらいまで。なんかそうですね、あ、元からもうなんか薬いっぱい飲んでるから、多分聞きづらい体にはなってると思うんですよ。多分睡眠薬もね、多分それで聞きづらいんちゃうかなと思って、今回一種類ちょっと変えてもらってるのがあるんけど、あんまり変わらんかなと思って。そこは昼が眠たいね。今日もなんか起きれなくて、7時ぐらいに起きて、ああ、言うて、おはようって聞いて、まだご飯あげてないんちゃうって姉に言われて、え？って、猫にご飯あげてないんちゃう？なんかさっきお前の上乗って、あれ、くれくれみたいな感じでしてたで、だから、ほんまに、器綺麗わ。やってないわ、ほんまに。そんな感じの日々。時間感覚がおかしいというか。ねえ、またやらんとこやった。なんかね、なんか、あ、そうだ、この前のフェリシモ開封動画なんですけど、あと2点来てなかったのは、遅延っていうか、まあ、作り遅れてるんでしょうね。7月中旬ってなってました。で、今回は、白い T シャツだけの金額を払いに行かなければなりません。電話代も払いに行かなあかんし、もう今日までやったんで、今日起こしたら電話止められるっていうところで。ギリギリのところで生活した。本当にまだ止められたことはないんやけども、ね、口座からのお年の日にお金ないっていうのがしょっちゅうで、こうやって後払いしてるのがしょっちゅうですね、ほんまに。だいぶね、2万なんぼかかってたんで、携帯で。なんか無駄なお金めっちゃ払ってたみたいで、今一番ちょっとになったんでマシなんですけど、本当になんか別にいらん、ソフトバンクエアーとか持ってたし、これいりませんやんって言われて、新しい店でクソ騙しやがったなとか思いながら、なんでエアー打って誰か買えへんかな。買ってくれへんかな。箱もちゃんと置いてあんねんけど。今日はカラスティングの、カラスティングじゃないけど、変な形のメガネがこもりにくいマスクをしてます。見せません。今日は隠します。雨降りそうやけど傘は持ってきませんでした。
多分大丈夫やろう、振ったらまた買えばいいしみたいな感じで、ね、邪魔になりますもんね。さあではお金下ろしに行きますか。駅まであるんでね、遠いんですよ。島村も覗いてきます。島村のほんまに毛玉がすっごい出るんよね。あの布をもっと良いのに、高くてもいいから布をもっと良いのにしてほしいですね。ユニクロとかやったらあんなん出えへん。ユニクロの T シャツほんま伸びへんし破れへんし、以降何年も着てましたよ。すごい長いこと。昔ね、ユニクロわーってなってた時にね。うん。じゃあとりあえずここで切ります。ネタを貯めておかないとと思って。はい、最後まで聞いてくださりありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それではさようなら。